1回料金が100円ですね。で、まあ、運が良ければ今だったらだいたい500円から600円の桃が取れますと。ちょっと手前だったな。というわけで今日はですね、岡山県津山市に来てます。こちら津山インターからすぐの場所なんですけども、三輪坂農園津山インター店さんにお邪魔しようかなと思います。なんでもね、ちょっと面白いものがあるということで今日はご紹介しようかなと思います。そうですね、あの三輪坂農園というのが、いちごとぶどうの観光農園でして、一番の目的はそのいちごやぶどう自社でその生産したものを売るというのが、まあ、一番の目的です。ただ、いちごはまあ12月から6月ま でぶどうはまあ8月から10月ということで、まあ、どうしてもその間が空いてしまうの でその間の販売として、まあ、自社で、作った、プリンや大福などの加工品を販売しています。でこちらはですね、6月24日の土曜日から設置しまして、で、まあ、気軽に、まあ、桃に触れてほしいという意味合いで、まあ、楽しんでほしいという意味で設置しています。1回料金が100円ですね。で、まあ、運が良ければ今だったらだいたい500円から600円の桃が取れますと。一応ですね、まあ、その桃キャッチャー用の桃がなくなったら、まあ、その日は終わりなんですけど、まあ全部取ってもらっても問題はないです。あ、そういう感じなんですね。あ、ちょっと手前だったな。ここがポイントですね。桃を優しくキャッチ。ああ、なるほど。取れないと潰れてしまうんで。確かに、もうそのままダイレクトに下に落ちると思いきや、そう。こういうネットが。ネットでキャッチ。ああ、ちょっと手前だった。よかったら1500円相当のジェラート3個があります。なるほど。これはもう年中ですか？これ年中です。ここを変えてやってます。で、イチゴのシーズンはここのがイチゴの
バッグが当たるとか、ぶどうだったらぶどう一箱当たるとか。あの桃キャッチャーなんですけど、いつまで設置されてるんですか？こちらはですね、7月末までの予定にしています。でそれが終わった後には、今度ぶどうキャッチャーを一応企画しているので、まあ、ちょっとまだうまくできるかわからないですけど、まあ、楽しみにしていただければと思います。はい、すみません、今日はありがとうございました。ありがとうございます。本当は手で剥いた方がいいよ、桃は。こうして、いい桃は、あ、本当。手で剥くんよ。手で綺麗にほら、剥けるやろ。これがね、まあ、物によっては手で剥けれなんだら、包丁使うけど、ほら、綺麗に剥けるやろ。すごいやろ。そう、こんなん綺麗に取れるの。でも、すごい匂い香りがしますね。うん、綺麗な桃やもん。はい、自分で、はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、私が取ってあげる。まあ大丈夫です。はい、すいません。美味しい。すごい柔らかい。合うよね。でも、みずみずしいです。みずみずしくて、柔らかくて。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。